Hey YouTube and welcome to my channel. 皆さんこんにちは、アナサビーです。そして今回もガンダムウォーやっていきたいと思います。で、まあみんなやってる人だったらね、もうわかると思うんですけど、先日ガンダムウォーがこうメンテナンスをして、その後に、なんていうの、お年玉を実はくれてるんですよ。内容はというと、まあガシャが引けるチケットがまあ3種類、1枚ずつと、あとはなんか好きな機体のこの星を1個あげれるっていう、なんかチケットっていうかカード、まあ、設計図ですね、が1個と、あとはエネルギーとか、まあ他にも多分いろいろついてたんですけど、ちょっとだいぶ前にいただいたんです、忘れちゃったんですけど、結構いいお年玉をいただいたんですよ。で、前回のね動画を見た人はもう分かるんですけど、私ガシャ引いたじゃないですか、まあ、結構散々な目にあったんで、というわけで今回はこのいただいたチケット、そしてこちらの私があの後にもうちみ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 貯めたダイヤ、まあ今144ってちょっと中途半端なんですけど、これを使って24連チャンやっていきたいと思います。じゃあ早速ガシャを見ていきましょう。今はこのイベントとしては、まあガンダムシードディスティニーと、あとはガンダムの、まあ、ジオングが出やすいですよっていうのがあるんですけど、私今回こちらではなく普通の機体ガシャ、これをやっていきたいと思うんですよ。なぜかっていうと、ちょっとね、詳細を見ると、はい、詳細はこんな感じなんですけど、まず星4、グレード4の機体を見ると、まずジオングがいるでしょ、で、キュベレーがいるでしょ、サザビーがいるでしょ、私も欲しいものが実はこっちの方が断然多いので、ちょっとこっちのガシャにかけてみたいと思います。では早速なんですけど引いていきましょう。ではまずはちょっとね、先に自分のダイヤを使って引いていきたいと思います。では11連ゴー。 OK、 どうだろう。まあでも11連ってことはきっとね何か当たると思うんで、じゃあお願いします。お、どうだろう、いいの来い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 。ああ、なんか今いい影が見えた気がする。ああ、今なんか通った通った通った、いいの来た、来る。ああ、グフ初めての機体です。星1だからあんまりまあ使わないけど、ちょっと新しいのが出て嬉しいですね。おい、次ブリッツガンダム、これ持ってるね。次リオー、ちょっと待って、私これ嫌な方向に行ってる気がしてきた。次いらん、ガンダムローズ前も出た、どうした、出てるやつばっかだ、しかも使わない、やばい、いきなり引いちゃう。メビウスいらない、どうしよう、あとちょっとしかないんだよね確か。いソードストライクガンダムいらないな。次キュベレー来たー、キュベレーマーク2フル2仕様出ました、よかったー、キュベレー来たー。次、あ、次で最後もしかして、いはい、ガンダムデスサイズ、まあウィングガンダムのですね、うん、でも使ったことないんだよね、持ってるけど、次が最後もしかして、えい、お、まあギャプランもいらないんだよね、使わないんだよね。次、はい、ゴールドスモー、まあ星3だけど、そんなに好きじゃないからちょっとだけ残念。次終わっちゃった、えー、まあ今回の当たりはこっちのキュベレマーク2ですかね。でもこれで星3なんだ、もうちょっとあると思ったんだけどな。よし、ポチッとな。いや、次はいよいよ私がいただいたこちらチケットガシャを使っていきたいと思います。じゃあまずは11連から続けてやっていこうかな。えい、緊張する。いや、これせっかくね11連って結構いいやつが当たりやすいはずなんだけどね、しかもいただいたチケットだから、これでね、いいやつが1台も引けなかったら、やばいとも、まさに案件札って感じだから、ちょっと、これは気合を入れて引きたいと思います。じゃあ、お願いします!ちゃんと見守るよ、私は。
お願いします。どうかどうか、えい、ちょっと影を見とこう。あ、う、あ、い、は、やばい、なんかあんまいい気がしない。あんまいい影出ないぞこれ。どうしよう。ドムいらないよ。ぶっちゃけ言うとストライクガンダムもいらない。お、新しい、パイシーズ星1いらん。はーい、スカイグラスパー、飛行機って、私飛行機ほどいらないもんない気がする。ジム2って、え、待って、やばいんだけど、この流れはちょっとまずい。星1ばっか出てんだけど。え、嘘でしょ。お願い、マラサイ、いや星1やん。シャア専用ズゴック。私ズゴック出たら前スマホ投げるって言ったんだけど、なんでズゴック出んの。ガンダムいらない、いらない、ごめん、いらないんだ。お願い、 あと2回ぐらいしかないんじゃない。え、嘘。ジェガンもいらない、やばいよ。え、待って、私11連引いてるんだよね。星3確定なはずなんだけど。え、違うの、もしかしてチケットって。お願い、ねえ、リーオーさっきも出たんですけど、嘘でしょ。いや、ケルディム嬉しい、嬉しい、やっと設計図出たから嬉しいけど、なんだろう、しっくりこないのは。お願い、え、終わっちゃった。ちょっと待って、今回の新しい機体がマラサイとパイシーズ、まあこれ使わないし、で今回の当たりっていうか星3確定した星3が、まあ、ケルディム、まあ、確かにケルディムはね成長させたいから嬉しいんですけど、あまりにもね新しい機体がこの2つっていうのはちょっとねやばいんだけど。案件札すごすぎない？続いては星3以上確定のガシャチケット、じゃあ行きます。行け、お、フォビードゥンガンダム星3だけど正直使わないです。はい、次。マジか、どうしよう、欲しい機体が1台しか今んとこ出てない。最後は星4確定のガシャチケット、まあ、星4だったらそんなに大きく外れることはないと思うんだけどな。今の流れはちょっとまずいから、これに最後かけて引きたいと思います。お願いします。どうしよう、何が来る、何が来る、何が来るの、なんか取った、どれだ、レジェントガンダム、レジェントガンダム出た。これね、ちょっと後でちらっと紹介する、これめっちゃねすごいの、確か、いけ、やばい、やっぱり星4まで行くと外れはない。え、ちょっと見よう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 、期待、どこだ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 、はい、今日1の当たり、まずはレジェントガンダム星4、まあ、まあ、もちろんね確定だからね、いいのは出るって分かってたけど、これは上がる。もう何が上がるって、ちょっとねスキルをね見てほしいの、まずね、ほい、
これもうすでにね解放されてるスキルなんですけど、こちら見てみて、この全体攻撃からの切り込み、これやばい、強いって。欲しかった、嬉しいよ、嬉しすぎる。じゃあもう一台見ようかな。もう一個嬉しかったやつ、こちらキュベレマーク2プル2仕様です。これちょっとね、私前技があんまり把握できてないんだけど、スキル見てみよう。はい、これはパンネル攻撃、あ、すごい使える、全体攻撃最高。じゃあこっちの一番後ろはどんくらい強くなんだろう。お、見た目派手じゃないんだけど一気に強い攻撃ができるんだ。超使えるじゃんこの子、見た目もいいし強いし最高。いやもう散々変なのが当たったけど、これは嬉しい。この2体ゲットできただけちょっと嬉しい、やばい。はい、というわけで今回はこんな感じでした。最初のね、自分のダイヤで引いた11連とチケットの11連はもう、まあ、正直言って外れが多かったんですけど、まあ、最後の最後にもドカンといいのが当たって本当に嬉しいです。まあさすが案件札とも言えるし、ありがとう案件札、いや感謝しちゃダメだ。まあこんな感じでね、あのちょっと最後テンション上がって前髪も崩れちゃったんですけど、いいものが引けてすごく嬉しいです。というわけでこれからもね、またコツコツとちょっとダイヤを集めて、またいいのが引けるように頑張りたいと思います。それでは皆さん、最後まで見てくれて本当にありがとうございました。 See you next year. Bye.